5月11日深夜0時を回りました。皆様キッシーでございます。ゴールデンウィークもついにね、ファイナルと言っていいのかあれですが、ゴールデンウィークも終わりまして、もうすごかったですね。まあ私はもう本当に怒涛の、仕事に次ぐ仕事でございましたけれども、間にちょっと休みあったんですけども、もうそこもね仕事しないと間に合わないといったことで、もう本当に、過去一なんじゃないかなというぐらい、激務をねこなしておりましたが、まあそんなゴールデンウィークも終わってちょっと今一息、ついてるとこでございますが、まあこのゴールデンウィークね、5月8日の日曜日、はい、まあまあ言ってしまえば最終日というところにですね、DB ボスバンドの前説のお仕事がありました。DB ボスバンドご存知ない方にご紹介しますと、まあ、ドラゴンボール芸人の、魔人ブー千葉ドラゴンと、バンバンバン山本さんフリーザ、スタジオ門田のセル、そして、橋山名電、はい、名電の、ブロリーと、この4人がですねバンドを組んで、ワンマンライブを行うとセカンドワンマンだったんですね。はい、ここにですね前説として、まあ、ヤムチャさんと一緒に、ヤムチャことバードフミヤ、ややこしいな、2つ言わなきゃいけないのは、キャラクター名だけでもねいいんですけれども、まあ、バード君と一緒に、前説と、やらせていただきました。新宿スパークルというねライブハウスでございましたけれども、まあとにかく、人前客前というのもちょっと久々だったんですよね。いつ以来だろう、お客さんがすごい入ってた、コロナ禍で無限大ホールでライブした以来かな。ちょっとなんかあんま覚えてないぐらいでして、でもまあ本当にやっぱお客さん、なんかこんなに入ってるんだと思うぐらい、いらっしゃってましたし、結構遠方から来られた方もいましたよね。北海道から来た方とかいたり、あと西の方ですか、からね来てる方とかもいらっしゃいましたし、ゴールデンウィークのなんかねいい思い出になっていればいいんですけども、まあ僕なんかはね前説と、まあ、コーナーちょっと出たぐらいなんで、まあね、あのメインの4人は本当大変だったと思いますけど、ただね本当台本をね全然くれない、なんか感覚でできるでしょみたいなね感覚でいますけど、しっかり台本は欲しいです。ここのコーナー出ますよとかもね結構当日とか、前日ぐらいに言われまして、何すんのかもコーナーに出るぐらいのもんでございましたけども、そんな中ですねスペシャルゲスト、谷本隆義さんがいらっしゃったと。ドラゴンボール界のね、ドラゴンソウルとか破れかぶれとか歌ってる、空前絶後もそうですかね、はい、そんな谷本さんがねいらっしゃったということで、結構ね盛り上がりがもうすごかったですね。ゲストコーナーとしてやっぱ歌唱してくれたところすごい盛り上がりでしたね。やっぱそういう時に一応あのクリリンヤムチャもねバックダンサーみたいな感じで、まあ言ってしまえばコメコメクラブみたいな、バックダンサーとして踊ってというか盛り上げてねって言われたんですけども、ヤムチャさんやっぱ上手いっすね。アニソンディスコをやってるだけあってやっぱ盛り上げ方がすごいと思いました。やっぱそういったところもちょっと見習う感じでね、僕も負けてらんねえぞと言ったことで、もうね脇を見せることをもう躊躇なくね、もうとにかく盛り上げようという気持ちでねやっておりましたけども、そんな谷本さんと初めてね、まあ、お会いして楽屋の方で挨拶させていただいたんですけれども、最初まあ、ヤムチャさんとかがね、こう、お久しぶりですなんて喋っていて、まあ、どう喋ったらいいかなと思ってたんですけども、まあ、谷本さんの方から、まあ、クリリンで出る方はおいくつなんですかというふうに言われまして、あ、僕今40になりましたって言ったら、え、なんか同い年ぐらいかと思ったよって言われたんですよ。で、谷本さん、47か8、まあ、お若いんですよ、すごいね。見た目すごい若いんですよ。47、8ぐらいかなと思ったよって言われたんで、その時に、あ、これ、やべえなってちょっと思いまして、楽屋の鏡でね、自分の顔見たらね、本当にやばかったんですね。やっぱゴールデンウィーク最終日といったこともあり、もう寝不足と疲労と、しかもその日朝早かったのもあって、もう自分の顔が死んでまして、本当にもうおじいちゃんなんじゃないかなというような、これはいかんと、言ったことでですね、ちょっとまあ、気合を
パチンと入れまして臨んだわけでございますが、まあだから谷本さん的にこの落ち着きのある感じが47、8歳というふうに捉えた可能性もなくはないんですけども、まあでもこの年齢のこれはもうそうでしょうね。うん、特にお世辞を言う必要もないですしね。はい、そういったわけでございまして、まあそんなことがあり、本番にね臨ませていただいたわけでございますが、あとまあ細かい部分で言えばあれですかね、小道具、まあ、YouTube の動画の方でもありましたけど、ベーのギター、ブーが使ってる犬ベーのギターをね一緒に作るといったとこもありましたし、あとはまあ小道具、クリリンクッキー、クリリンクッキーとかもね、あれは作ってもらえますかって言われて、ちゃちゃっとね作りましたけども、あとはあれパラガスギターのヘッド部分、はい、ちょっと大きく作りすぎちゃったんですけど、あれも書いてくれと言われたんで一応書かせていただきました。はい、なんでそうなんです、だからエンドロールで小道具、クリリンね、岸隼人でもね何かしら載せていいぐらいのね貢献を今回したんじゃないかなと思いますけども、はい、まあそのままね流れで夜打ち上げの方にも配信ね参加させていただきましたけれども、まあでも久しぶりに本当イベント感と、まあみんなにもね会ったのも久々でしたし、やっぱいいですねイベントっていうのは、もっとこう、人前客前舞台にね出る機会をどんどん増やしていかなきゃなとは思っているんですけれども、はい、またまあ何かあればですね告知等でお知らせしますので、ぜひ皆さんもね次回は遊びに、来ていただければと思います。それでは参りましょう、レディオではやチャンネル。さあといったわけで、まあ、このゴールデンウィーク期間もう一個ね先週生配信でも行いましたが、 KinKiKids の楽曲投票締め切りがありましたんで、最後のね3時間にもう全ての勢力をですね注いで、なんとか決めさせていただきました。まあ、トップ5、各々ジャンルがね、まあ、詳しくはこの生配信のアーカイブありますんで、そちらで見ていただければと思いますが、まあでも本当に頭使って、こんなに頭楽曲に対して使ったことないんじゃないかってぐらいね考えましたけれども、でもまあ一生に一度あるかないかのこういったね投票になりますし、なんかねちょっとまあ悔いのないようにっていうのありましたけども、まあでもいつまでたってもこれはもう悔いはありますよ。うん、もうこれしょうがない、もうその時の自分の直感を信じて、投票をすると言ったことでございましたけれども、まあ10周年の時に比べるとやっぱりいろんなね、思い出も増えてますし、決めるには本当にね時間が足りない、まあでも時間があっても、決められなかったんでね、5月5日 KinKiKids がね出会った記念日に、ちょっとね締めとしては良かったんじゃないかと思いますが、まあ、この結果を受けて、楽曲をね KinKi のお二人がどういった形にしてくれるのか、これが本当に楽しみで、仕方がありませんけれども、アルバムなのかな、アルバム PV、だからまあね配信でも言いましたが、ちょっと夏はさすがに間に合わないんじゃないかといったことで、冬にかけてねいろいろと小分けにしてやってくれるんじゃないかなと思っております。まあ、これがいかようになるかを、楽しみに待ちたいと思います。レディオで流行チャンネル。さあ、ふつおたです。ラジオネーム花上とわさんからいただきました。はい、先日もいただいたんですけれども、岸さんこんばんは。先日ヘンテコ人のコーナーでアプリで20歳上の方と会うのにめっちゃ怯えていた結果入籍した友人の話を読んでいただいたものです。ラジオを聞いてとってもお伝えしたいことがあってメールしました。岸さんはコロナになる前の話かなとおっしゃっていたのですが、実はラジオを読んでいただいた日が入籍の日でした。友人に取り上げてもらったことを伝えたら、まさか当日に読んでもらえるとは思わなかったと、結婚記念日の思わぬサプライズにすごく喜んでいました。本当にありがとうございました。といったことでございますが、こんなコンテンツで喜んでもらえるのは本当に嬉しい限りです。はい。もっと著名人、もっともっと著名人にね読んでもらうんであればあれですけども、すいません、なんかこんな、ね、少数の方に、愛されてる、ね、YouTube のねコンテンツの中で読んでそんなに喜んでもらえるのはありがたいですけども、ほんそうなんですね。いやーなかなかめでたい日に、まあ
ね、偶然とはいえ、そういうことができたことが、何よりでございますが、この、じゃああれですね、前回だからゴールデンウィークのちょっと前か、入籍された4月、おめでとうございます。はい。いやー、20歳上か。いいですね。旦那さん、ちょっと本当にね、大事にしてくださいね。まあ、こういった情勢でございますから、なかなか思うようにね、式とか、そういったね、ものもあげられなかったりっていった時期でございますけれども、まあ、例えば、自分とかはやっぱりこう、あんまり、ぶわーっと、こう、盛大にやるみたいなのはあんまり得意じゃないんで、仮にコロナ禍じゃなくても、自分の結婚式とかだったらちょっと小規模でやってんのかなぁとは思いますけども、でもやっぱ自分だけじゃなくてね、奥様がどうかというところがやっぱ一番、肝というか、まあ大事な部分だと思いますんでね、ぜひ奥様の意見をね、尊重していただいて、素敵な、夫婦生活を送っていただければと思います。レディオで、はやチャンネル。さあ、それではコーナーの方に参りたいと思います。今週はこちら。このモノマネ、ドゥ。はい、こちらです。キッシーにやってみてもらいたいモノマネを、送ってください。これを機にね、もしキッシーのレパートリーが増えれば、モノマネのオーディションとかにね、かけたりする可能性もありますので、この声質いけんじゃないかな、みたいなのをぜひ送っていただきたいといったコーナーでございます。まずお一方目は、ラジオネーム、佐久間さんからいただきました、出川のてっちゃんの真似ができそうじゃないかと。なるほど。まあ、出川さんのモノマネって基本みんなできるでしょう。はい、なんとなくわかるでしょ。はい、一般の方でもなんとなくこう、やってる方もいらっしゃいますよね。声の出し方みたいなのが特徴的ですけども、まあでもそこでさらにこうすごい似てるみたいな、感じまで追求するのはなかなか大変ですよね。一番最初に多分やったのは松村邦洋さんとかじゃないかな。それは堀さんがやっぱ上手いね。堀さんのてっちゃん。まあでも声の出し方的には、リアルに本当にてっちゃんだからな。こんな出し方ですよね。今のは完全に堀さんの出し方ですけども、当時はもうみんなね、心も、やばいよつってね、やってましたけども、これがやっぱでも、なんとなくこう世間一般に伝ってる。これがやっぱ、深く追求ってなるとむずいよね。だから、堀さんすごいよ。やっぱこの、なんとかだから、みたいな、こう、ウィスパーボイスっていうのは、やっぱ見つけるのはすごい上手いなと思います。まあ、今からこの出川のてっちゃんは僕は、まあ一つとしてはあってもいいですけどね。ただ、その、すごい上手い一個ですね、とはならないよね。なかなか難しい。さあ、続いて、ラジオネームが、納豆のしもべさんからいただきました。なんちゅう、ネーミングですかね、これね。騎士は声が通るので、モノマネいろいろできそうですよね。エヴァのキャラ、好きなので、シンジ君はじめ、カジさん、当時、怒り言動。一人エヴァとかできるかな。個人的にはカオルくんが好きです。頑張って調整してみてくださいといったことでございますが、そうか、エヴァね。まあエヴァのやつがさ、その今名前ずらずらっと出てましたけど、声がはっきりとわかる人がちょっとね少ない。カオルくんってどんな声だったっけ。まあ、これちょっと勉強が必要だね。シンジくんはあれでしょ、逃げちゃダメだ。だからシンジくんと怒り限度はなんとなくわかる。怒り限度渋いね。わかんのよ。あれでしょ、ブリーチで言うとこのザラキケンパチとか、ナレーションでもよくこのね、声優さんの声聞きますけど、シンジ、エヴァに乗れ。いや、これきついな。なかなか難しい。なんかコツあんのかな。まあでも、シンジ君は、まあ、あれだよね。乗ればいいんでしょ。わかりましたよ。いや、むず。みんな僕にそんなことばっかり言うんだ。乗ればいいんでしょ。逃げちゃダメだ。乗れよ。乗りますよ。エヴァに乗ればいいんでしょ。全然違うわ。嫌だわ、これ。ああ、むず。これもやっぱり、僕の恋じゃないのかな。当時くんとか、ちょ、声がわかんないな。でも今はもう分かったのは、シンジ君と怒り言動に関しては、ちょっと無事いし、できそうにないですね。
練習次第なのかな。続いて、ラジオネームゆかゆりさん、こんにちは、ラジオではやチャンネルこのモノマネドゥのコーナーに投稿なんですが、やったことあるかもしれませんが、可能な限りでドラゴンボールのキャラ一通りやってもらいたいです。時間がないようでしたら悟空とチャオズをやってもらいたいです。意外と幼少期の悟空に似せられないかなと思います。チャオズは声が高いから面白そうだからです。よかったらお願いします。ドラゴンボールはまあちっちゃい時からね、いろいろとモノマネじゃないけど、こうなんかおもちゃで遊ぶ時にその一言こう自分でぶつくさ言いながら遊んでたんですよ。フィギュア同士をこうぶつけたりみたいなね、その時にこう悟空のニャーとか、ベジータのやろうとか、そういうなんかピッコロのズワーみたいなのは言って言いながらなんか遊んでたんですよね、小声ですけど。そんな中だから悟空のちっちゃい時って意外とやってるんですよね、たまにですけども。はい、おめえそんなことできんのかみたいな、そのトーン。だから逆に言うと大人悟空はやっぱできないですけど、亀仙人のちっちゃんが言ってたぞとか、そのトーンだったらいけなくはないんですけどね。意外といないのかな、もしかして DB 芸人でちっちゃい悟空。どうなんだろう、田島さんとかはちっちゃい悟空もやっぱいけるか、普通に考えたら。チャオズはね、まあみんなやってるけどね。これも日によるかな、チャオズ。ピン！僕の超能力、効かない！まあ、出るときと出ないときがあるかな。ミーファン帝国、テンさん、さよなら、テンさん。まあ、こんな感じだよね。あと、だから、ま、DB 芸人がやるような、やっぱね、魔人ブー、ブーとか、セルのブルーとか、まあ、フリーザはちょっとできないけど、あとはなんだろう。なんかでも、ドラゴンボール芸人の声で覚えちゃってるやつもあるよね。ダーブラなんかも間違え、暗黒魔界の、暗黒魔界の、こう本当のダーブラ多分違うと思うんですよね。それは ZTV アナウンサーとかも全然です。さあ、始まりましたなんか言わないですからね。そうそうそう。だからまあ、ドラゴンボールもね、他にもまあ、できなくはないんでしょうけども、ちっちゃい悟空のモノマネもね、どっかで本当に使えたらいいですよね。まあ何か機会があればどっかで、やってみたいとは思っております。さあ、といったわけで、こちらの、コーナー投稿の方お待ちしております。メールアドレスは kissy88ch@gmail kissy88ch88channel のgmail でございます。その他インスタグラム、ツイッターのアカウントの方からも DM 投稿を募集しております。各コーナー募集しております。私が出会ったヘンテコ人、自分の身の回りにいるちょっと変な方を教えてください。そしてこれが私の自慢だ、私の自慢できることを、送ってください。そして今回、お送りしたこのモノマネドゥ、騎士にやってみたいモノマネのレパートリーを送ってください。さあ、といったわけで、今週は以上になりますけれども、まあ予定といたしましては、まあちょっと先ですけども5月28日の土曜日ですね、こちらもイベントの方の司会をやらせていただくといったことで、まあ DB 芸人 VS ライブのスピンオフといたしまして、 R 藤本 VS 東村プロ、はい、こちらの MC を担当させていただくことになりました。ライブの司会というのもですね、なかなか経験がないんですけれども、まあ、私の持てる限りの全てを使ってですね、こちらのライブの方も盛り上げていきたいと思います。まあ、詳しくはまたね、決まりましたら、こちらの方でもご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、今週はここまでになります。キッシーちゃんでございました。おやすみなさーい。